じめまして、監督をしていた篠宮義史です。普段は日本では平面の絵画、アート作品を作ったり、いろんな映像作品に関わったりして、仕事をしています。で今回インドネシアで、作品を作らせていただけるということで、監督をやらせていただきました。置いてかれんだ泥水の中を今日もよろめきながら進む。今回の作品は、実際にロケハンでバリ島だったり、ジャカルタだったり、結構たくさん場所回らせていただいて、もう本当にインドネシアはすごくエネルギッシュで、綺麗な高層ビルが隣に捨てる場所ですとか、交通手段がすごく発達していると思います。実際の現場の風景をできるだけ使いたいなと思ってやっていたんですけど、やっぱその映像を気持ちよく見せたいっていう欲求があって、その中で例えば実際の風景なんだけど左右反転して使ったり、最後ポカリスエットを飲むシーンとか、多分現地でロケハンしてる中ですごくたくさんインタビューさせてもらって、それもバリの高校生の子もそうだし、ジャカルタの子も結構毎日のようにいろんなことインタビューさせてもらって、多分日本の高校生と考えていることにはすごく差が大きいっていう感覚はなかったんですけど、でもその中でもやっぱり少しずつ違うところっていうのがあって、やっぱりその男女間っていうのは距離感とか恥じらい方って難しいかもしれないですけど、思いの伝え方とか、そういうのは少しずつ差があるなと思います。答えを見つけ出すのはもうやめだ、濁った水も新しい光ですぐに澄み渡ってゆく、積み上げたものぶっ壊して身につけたもの取っ払って幾重に重なり。僕も小さい頃からずっと絵を描くのが好きで、ずっと大人になってもそれでいつの間にかアニメの監督なんかもやるようになって、なんかやりたいっていう気持ちさえあればいろんなことができるんだなっていうのはあります。でインドネシアの皆さんもそういうアニメが好きだったりする方は、しっかり夢を追い続けて絵を描いてさえいてくれるものがいつか一緒にそういった人と仕事ができたら面白いんじゃないかなと思います。